ということで、まあ、ちょっとしたらまた行かないといけないということで、ちょっと15分だけショールームをしたいと思います。眠いです。こんにちは。もうちょっとで寝るところでした。危ない危ない。やばい、ついに明日生誕祭なんやけど、私何も考えてないスピーチとか。やばすぎ。まだ考えてません。いやでもなんか結局壮行会で話すからっていう話があって、結構なんかそのなんだろう、結局壮行会でっていうそのかんなんかまあ言うそのだって26歳の1年どうしたいですかって、そんなん KLP ってなるし、壮行会では絶対 KLP の話をするし、まあそんなサクって感じかな。うん、どっちかっていうと24歳の1年はどうでしたか的な。まあ24歳の1年何したか全然覚えてないんですけど、てか今ちょっと頭動いてないっていうのもあるんですけど、なんか他あんまり記憶ねえ、うん、ちょっと記憶に記憶どっか行ってますね今ね。記憶はどっかに行っちゃったんですけど、まあでもなんか言おう、ま、考えます。ああ、今日が終わる、また終わる前にもう一仕事頑張るぞ。頑張れ頑張れユーリーな。でもそしたら明日は久しぶりに朝がちょっと遅いよ。嬉しい。ありがとうございます。明日は生誕祭やって、とりあえず23じゃなくて24日がやばい。もうね、姉ちゃんって言った。24日が最後なんですよ、リンゴ公園出るの。私ほんと最後で、で2ヶ月ぶりぐらいなんですよリンゴ公園。まあ覚えとるわけもなく、ちょっと結構忘れちゃったよね、それまでになんかやること多すぎて。なんかあんまり体に染みつく前にさ、間が空いちゃったからさ、あんまり染みついてなくて、振りがちょっとあんまり覚えてないからさ、それもやらないといけないし、投票曲変わったんですよね確か。前まではリフレインとメイビーとなんだっけ、ヘビロテだったんですけど、なんか変わったらしくて、リフレインとセンチメンタルじゃなくて、これっきりあれっきりってなんだっけ、サステナブルだと、あとハッシュタグ好きなんだに変わったから、それをまず覚えないといけなくて、で今週の曲、前まではずっとずっとがさ今週の曲だったんですけど、次から今週の曲が変わったじゃないですか。だから8人バージョンと16人バージョンを覚えないといけなくて、あのやばいっす。ほんでまた壮行会の時ってやるんかな、あの来週の1曲みたいな、今週の1曲ちょっと分からんけど、ってなったらなったでまた曲がね変わるし、
1回しかやらんのになんか頑張って覚えてるけど、何になるんやろう。なんかもう教えてほしいわ事前に。だってさ、16人公演3曲覚えたとて結局1回しか出んからさ、1曲その2曲分なちょっと覚えなあ、みんななんか どれにするんやろうな、何にするんかな。なんか意外にな、なんだっけ、希望的リフレインがめちゃくちゃ前回の投票曲だと一番人気だったんやって。でもユリナ希望的リフレインやってないの実は。そう、ちょっとやってないんですよ。ちなみにユリナ希望的リフレインだったらめっちゃ立ち位置いいんだよ、ダブルセンターだから。そう っていうか、なんかもう決めてほしいマジで。そしたらもうその1曲しか覚えんでっけん、あと2曲も、あと2曲覚えんでええやん。もうこれって言ってくれたら、あと2曲をちょっと覚え損、覚え損やし、その時間で他のことできる とか思っちゃうよね。そのさ、本当にやばいんですよ。シンプルにリンゴ公園の、シンプルにリンゴ公園の2ヶ月ぶりすぎて振りが結構怪しくて、私が結構振りもだけど立ち位置も結構なんか鼻赤なったわ。なんだ、なんか急に痒くなった。結構怪しくて、それに時間を結構割きたいんですよ。本編に結構時間を割きたいんですけど、他の曲も覚えるってなるとね、他にやってる時間が、今週の1曲もあるし、今週の1曲も16人1回しかせんのし、だからちょっとね、避けるもんなら避けたかったけど、まあ無理なんで頑張ります。とりあえずもうなんか いける。なんかさ、しかもその前日私香川なんですよ。もうめっちゃ朝早いし、朝早く起きて仕事して帰ってくんの遅いじゃん。で次の日さ、次の日レッスンしてからリンゴ公園なのね。おっとって感じじゃん、おっとって感じじゃん。なんかおっとおっと、どこでやるんって感じやん。なんかどこでやるんって感じやん、マジで。絶対寝るし、飛行機の中。というか多分飛行機の中は寝ないとシンプルに多分持たない、私が。からどこでやるんって感じで、まあまあどっかでやりますわ、とりあえず。あ、ドボン私のあれだって、ドボン私のなんだっけ、壮行会ガチャらしいよ、みんな。みんな、もうやった？
ぜひやってみてね。だからもう今日も早かったからちょっとあくびがばっかり出てしまって本当申し訳ない。何しろ眠たいもんで。ちなみに僕まだ弾いてないんだ。ちょっと弾くわ今から。いや本当だよマジで眠いんだけど。明日生誕やん。もう早いって日々過ぎるのねえ。もう8時やし、あもうちょっとしたら家出ないか。8なんかさ、日々はなんか毎日過ぎるの早くない？早い。もうちょっとゆっくりでもいいんだよ。はい、早くね。うちまだ生誕もうちょっと先だと思っとったよ。なんかもう早いよ。そんなこんなわけでちょっと、毎日早い。もうなんかもう終わったんってなっちゃう。あ、今までの総括のユリナが出るんや、これ。すごー。そうなんや。ほごいで、これ。顔に時代を感じるもん。顔と髪型に時代を感じる。オンデマのリバイバルも見たいだって。ああ、選んだよ、私あれ。9かな？ 9 公演だったか。覚醒。覚醒。相葉引きました。あ、走らないと聞いたよ。だって嬉しい、ありがとう。そうだそうだ、昨日あれ、私昨日告知したっけ、あれ一昨日告知したっけ、ちょっといつ告知したかも覚えてないんやけど、自分で今日ですねみたいな告知したんだけど、昨日だったっけ、一昨日だったっけ、ちょっと忘れちゃったけどね、告知。そうそうそう、あれ、これガチャガチャって何回まで弾けるんだっけ？その規則とか規制なかったっけ？あ、コインあれだけ弾けるんだ。
なんかさ、いや、無限じゃないよ。無限じゃない、無限じゃない。コインのある限りよ。それはもちろん。でも、いつもさ、なんか10回までとか決まってるよね。一押しガチャだと。そうだよ、5月でゆりなちゃんのデッキなくなるからね。残念ながら。ね、そうなの。そっか、昨日か。あ、昨日か。私、昨日告知したんだ、自分で。もう告知したことも頭に記憶にないわ。自分で告知しとるくせに。告知したんだ、自分。したのは覚えてんのよ。いつしたかはちょっと覚えてない。そっかそっか。でもすごいね、ズッキーといっぱい喋れた。前、ズッキーのささやきラジオぶりに、ズッキーと、そのなんか、ラジオみたいな感じだったから、そう、久しぶりだったね。なんかすごいズッキーがめっちゃ、なんていうの、すごい喋るようになってって、すごい、なんだろう、上手に、なんていうんだろう、MC っていうのかな、なんかすごい、もうズッキーの成長っていうか、なんかすごい AKB を引っ張る側の人間に本当にすごいなーって。あんなに人見知りで全然自分から発言したりとか、絶対話振らない限り発言とかしなかったのに、すごい自分からこう、まあ MC だからさ、自分でこうやってさ話振ってさ考えてさ、すごい成長をさ感じる。もうラジオもいっぱい出てるしね、やっぱりすごく上手くなってるんで、あっちの人もその、あの、なんていうの、ラジオの人もさ言ってたよ、やっぱり。だってすごくない？ズッキーって2つ持ってるんだね、自分のラジオ。ささやきラジオと走らないと。すごいよね。すごい。じゃあちょっとそろそろ終了にしようかな。15分経ったし、ミーもあれだしね、そろそろ終了にして、本当にもう一仕事頑張るぞって、えいえいおーっていきたいと思います。じゃあランキング読んじゃいます。なんかほんと鼻赤くなっちゃった。13位サウロンさん、12ナッティさん、11ヨシオンさん、10秋風が、絶対違うよね、読み方ね。9位近いしーさん、8位マーニャンさん、7位タカさん、明日から声からしましたって。ぜひ6位に行きさん、明日生誕に行くのとお待ちしております。5位シュレッチョさん、寝るとき寝るとき私も仕事頑張りますって、一緒に頑張ろう。4位ザックさん、明日の生誕さん、見事バイクが決まれるねだってお待ちしております。3位ハルタロさん、飾り暇なく明日サインのうちらの出番ですだって、おお、ほんとじゃん。2位地道な走り屋さん、明日の生誕祭劇場応援するねだとお待ちしております。そして1位が岡山さんです。生誕楽しみにしてるねだって、皆さんお待ちしております。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームで、お会いしましょう。それじゃあまたねー、バイバーイ。